お花紙で作ったごちそうをボリュームたっぷり、美味しそうに盛り付けましょう。まずはお皿に一工夫。お花紙を小さく切り、お皿の周りに貼りましょう。浮き上がっているところは、上から塗り薬を塗るように、糊をつけて貼り付けます。次は、お花紙の技で立体的に作ったごちそうをお皿に並べていきます。彩りを考えて、どこに何を置くかを決めましょう。ウインナーがオムライスの影に隠れてしまいました。紙を丸めて土台を作ったら、若草色のお花紙でキャンディー包みをします。両側を糊で貼ったら、ビリビリ技で作った千切りキャベツを貼り付けます。この上にウインナーを立てかけるように乗せると、よく見えるようになりました。ポテトサラダを入れるカップを作りましょう。お花紙を半分に折って、真四角を2枚作ります。ずらして重ねたら、真ん中にポテトサラダを貼ります。周りを包むようにのり付けすると、カップに入ったポテトサラダが出来上がりました。ミニトマトの下には、ビリビリ技でレタスを作って敷きましょう。破りにくい向きに少しずつ破ると、手でちぎったレタスのようにギザギザになります。その後でくしゃくしゃの技でふんわり感を出しましょう。レタスの上にミニトマトを乗せると、より美味しそうに見えます。盛り付ける場所が決まったら、お皿に貼り付けます。一度お皿から出します。プラスチックのカップは、見えなくなるところをセロテープで留めましょう。あとは全部水のりで貼っていきます。のりはつけすぎないように、塗り薬を塗るような感じで薄く塗りましょう。下になるものから貼っていき、最後にウインナーやミニトマトを貼り付けて出来上がりです。これでお皿を傾けても落ちなくなります。のりをつけるとぺちゃんこになりやすいお花紙も、技を知っていれば、こんなにボリューム満点のごちそうができます。食べ物以外にも、生き物や乗り物など、好きなものを工夫して作ってみましょう。